思います。っていうのも、あの餃子店に遊びに来て、もう私がただただやりたいやつを見つけたんで、今回はそのやつを取ってもうやる、もうそれのみ、そんな回にしようと思います。こちらスペースアートセット、なんと故郷の風景がこのシュポシュポで絵が描けますよっていう、もうやっと地球に来たかって感じの、もうぜひもうただ撮ってただ描く、もうそれだけ、はい、やります。ひたすらもうただただこうやっていけば撮れるやつなので集中していきます。アームの力強さ、めっちゃ持ち上げてたからね。1回で結構もう半分はいけたんで、すぐは取れそう。あと1回でいけそう。こちらブローペン、イメージはエアブラシみたいな感じなのかなって思うんですよ。ペンやってシュポシュポしたらこんな感じ。口で説明するよりも実際やった方が皆さん絶対分かると思うんで、もうやろうと思います。気分も変えて衣装チェンジしております。お絵かきさんになるのに形から入らないとなんで、今回こういう仕様でやっていこうと思います。こちらですね、ゲットして開けたものがこちらになっております。ベレン、はい、皆さん分かりますかね。中身がこういう形になっております。これペン、画用紙、絵を描ける型紙がいっぱい入っております。これでペン刺してシュポシュポするんですね。あとこちら入ってた板、裏見ると穴がいっぱいあるんで、ここにペンを差し込んで、この箱自体がお絵描き台として使えるやつになっております。素晴らしい。型紙が全部で8種類あるので、好きなやつを選んでお絵描きできるって感じですね。もう型紙なんで枠っていうんですかね、こういう外してここにシュポシュポしてこの形の絵で描けるってやつですね。型紙いろいろ種類があってですね、ちょっと私のお友達を見つけたんで、それをやっていこうかなって思います。こんな感じでできてるんでしょ、素晴らしい。で、裏にちゃんとこういう説明が書いてあるんですね。1、好きな型紙を選んで型抜きしよう。2、白紙に型紙を重ねて。3、カラーペンをブローホルダーに刺して。4、クッション部分を押すとインクを吹きつけられるよ、プッシュプッシュっていうことです。なので早速もうね、あの説明より実際やった方が分かるんでやっていこうと思います。そう、やっぱりこっちの地球に来てなかなかお家に帰られてないの でお友達久しぶりに会いたいなと思って、そんな様子を私は絵で表そうと思います。全部をカラフルにしたいんですよ、私は。全色使おうと思います。これやっぱり色はさ、12色あるから全部使わないとね。ではこちらですね、もう簡単ですから、ペンを刺して、はい、でもこのままプッシュプッシュしたらインクが出るっていう感じですね。楽。おー、すごい。本当にあのただただプシュプシュするだけなんで超地味。これだいぶペンをしっかり差し込まないとインクが出てこないんですよ。なんでやるとき皆さん思いっきりグッて差してくださいね。軽く
プシュプシュするだけじゃちょっとインク出てこないんで、結構しっかりめにブシュってやった方がインクは吸ってます。渾身の1枚こちらでございます。バーン、皆さんどうでしょう、私の渾身のサイケデリックな、はい、お友達像、ほぼほぼ全種類使いました。ということでやってみてなんですけど、結構好きな型紙作ってプシュプシュやってもいいんじゃないかなって思います。でこちらエブリデイ餃子店の1階に入ってるので、で結構取りやすかったので、ぜひ皆さんも見つけたらゲットしてやってみてください。ということで今日は撮って、ただただ私が絵を描く回になっております。すいません、見応えがあれかなって思うんですけど、ぜひ明日からまた普通に戻るんで、ぜひまた明日から楽しく見てもらえたらなって思います。ということで今日の動画は終わりです。また見てね、バイバイ。